お疲れ様でした。まあ今日のレース振り返ってですけど、まあ早めにアクションされましたけど、そのあたりどういうこと考えられてたんですか？そうですね、まあ遅く行ったら外外踏まされて、まあ、うちに決められないとかそういうのあると思ったんで、まあ、しっかり早めに動いてぴったりうちに、はい、まあ押し込めながらというか、うん、外外させないように行って、まあ、でもちょっと外されたんですけども、そんな外来られないようにしっかり位置取って、うん、まあ切れたら切って先行しましたし、はい、まあ打ち決められたら決めて中段取ろうと思ったんで、はい、まあ、でも想定通り展開になってよかったですね。やっぱあの辺の起業ですかね、決まったと思う。そうですね、まあ、後ろちょっと、まあ、連結離れちゃってちょっとまあランに決まらなかったのあれですけども、まあそれもちょっと僕の力不足というかあるんで、はい、また次生かせればなと思います。まあ先方今日は初めてのあれだったんで、もっとこれからもちょっと先方の幅広がったと思うんで、やっぱり新澤さんがいてたからちょっと広げてみようかな、先方の幅広げようとか、そういうのもあったんですか、意識的に？そうですね、まあ、もうすごい先行選手ですし、まあ、先行やり合っても勝ち目ないんで、はい、まあ、今日ちょっと、まあ、小細工っていうか、ちょっとチャレンジする気持ちでいきました、ね。まあ、そのチャレンジがうまくいったという。そうですね、はい。でまあ、体調面とかそのあたり含めていかがですか？まあ、昨日の休養日もありましたか？そうですね、まあ、直前に体調崩してちょっとやばいかなと思ったんですけど、足、自体問題ないんで、もうちょっと良くなるかなって感じもあるんで、しっかりケアして、はい、また次頑張ります。まあ、ケアする、あと明日自転車関係とかそのあたりとかなんかされたりする予定ですか？そしてちょっとまだいじったら良くなりそうな感じあるんで、ちょっといじって、はい、もうちょっと上向けようかなって感じです。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。